こんにちは、カオルンです。本日はですね、なんと木が使用されました、めちゃめちゃねおしゃれなウッドな Bluetooth スピーカー、こちらをねレビューしていきたいと思います。それがこちらになります。ドン、ビクターの SPWS-02BQ でございます。イエイ。こちらですね、スピーカー周りに天然木が使用されております。天然木というところでね、一個一個ねセットごとにね模様が違うので、こうね開封後にねどんな模様になってるか、そんなね楽しみもね味わえる粋なスピーカーとなっております。しかも木がめちゃめちゃ分厚いので、こういったね分厚い木ってねなかなかね音がね出づらい、あとはねこう濁ったねこもったようなね音になってしまうんですけれども、今回はね音もめちゃめちゃいいので、こうねウッドデザインのねいい音のスピーカー他にないですよね。今回はねこちらをレビューしていきます。でね、実はですね、今回紹介する WS-02BT、まあ略してね、02なんですけれども、実はね、01っていうのがありまして、こちらとね、兄弟機となっております。02の方はですね、音メイン。そして01の方はですね、コンパクトで、あとはね、コスパ重視というところで、今回はね、実機は02なんですけれども、02も01もね、両方ね、比較しながらね、レビューしていきたいと思いますので、皆さんね、ぜひどっちがね、お気に入りか見つけてみてください。そうしましたら、基本スペックの方を見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペック見ていきましょう。値段がですね、02が 19,800円、01の方が 14,500円となっております。どちらも天然木のスピーカーとなっておりまして、どんな模様かは開けてからのお楽しみなのに、音もねとってもいいです。重さは02が 820g、01がね 580g というところで、だいたい 1kg 弱か、またはね 1kg の半分なので、そこそこね重いです。ただ大きさがね、幅がですね、02が20センチ、01が11センチとなっておりますので、片手でね、どこでもね、持ち運ぶことができます。スピーカーの方はですね、02がツイーターが左と右 LR に2個、真ん中にね、ウーファーが1個の計 20W 出ます。結構ね、大迫力味わうことができます。一方ね、01の方はですね、ツイーターとウーファーが1個ずつというところで計 10W。まあこちらがね、普通くらいかなといった感じです。まあ迫力をね、味わいたいならね、02がいいですよね。またね、裏側の方にね、パッシブラジエーターもね、ついておりますので、もうね、どこでも後ろからでも真ん中に置いてね、みんなで楽しんだりもできます。コーデックは SBC と AAC、 あとはね02のみね OX 対応もしておりますので、こうねスマホとね LINE 接続してね、いい音で聞くこともできます。連続再生時間は12時間、充電ケーブルの方は Type-C をね採用しておりまして、充電しながらでもね再生することができます。これもね結構大きいですよね。あとね、こちらもね便利なんです。02、01両方ともね対応しているんですけれども、ステレオペアリング機能っていうのがね入っております。こちらですね、02同士、02をね2つ用意したりとか、あとはね01を2つ用意して、こうねちょっと離してね、よりね立体感のある音、両方からね音を出して立体感を味わうことができます。僕的にはですね、02の方はですね、ツイーターがね、2つついてるので、もうね、1個でいいかなと思うんですが、01の方はですね、こう2つ用意して、いつもね、使ってる場所ではね、こう2つ使ってね、臨場感を味わって、こう台所とかね、こうリビングとか、こう自分の部屋ではないところでね、持って行った時にはね、こう1個だけ持ってって、手軽に使うみたいなね、感じで、こうね、使用することもできます。はい、デザインの方一緒に見ていきましょう。どうでしょうか。このね、周りのね、ウッドな感じとですね、黒を基調としたデザイン。このね、組み合わせでインテリアにね、めちゃめちゃぴったりだなと思いました。デスクに置いておくだけでもね、とても映えますよね。このね、木の部分はですね、天然木を使っていますので、このね、木目っていうのがね、非常に綺麗ですよね。このね、綺麗な感じがね、より高級感を感じさせてくれるのもね、いいですよね。あとはこのフロントのメッシュも非常にきめ細やかです。
スピーカーはこのフロントのメッシュの裏側に左右についた、あとはね真ん中にウーファーがついております。ちなみに01の方はですね、ツイーターとウーファーが一つずつこうね縦に並んでるような、そういった構成となっております。裏側にもねメッシュがありまして、ここがねパッシブラジエーターとなっています。側面はですね、OX の入力端子、あとは USB Type-C の充電端子となっております。さあ、続いてね、肝心の音をね、見ていきたいと思います。僕の中ではですね、非常にとってもクリアで、あとはね、迫力あるね、サウンドだなと思いました。こうね、BGM とか、あとはね、歌物のね、こう、バックミュージック、このあたりはですね、非常に重厚感があってね、迫力があるなと思いました。ノイズ感はね全くないんですけれども、非常にね迫力がありますんで、こうヒーリングなんかのね優しい曲よりはですね、こうバンドとかロック系のね曲をね聴く方がですね、こうねよりね効果を引き出しているような、そういったね感じでした。特にね02の方はねパワーもねしっかり出ますんで、もうよりね迫力を上げてくれる、色付けをしてくれると思います。一方ですね、ボーカルの方は非常にね、クリアだなぁと思いました。こうね、バックミュージックとね、しっかり差別化がされておりまして、非常にね、こう、際立って聞こえます。なので、ボーカルの声質だったりとか、あとはね、話している、歌っているセリフなんかがね、しっかりね、聞くことができます。どうしてもね、優しいね、曲を聴きたいっていう方はですね、ボーカルがね、際立って聞こえるので、歌物なんかの優しい曲、バラードとか、あとはね、弾き語りなんかはね、合うかなと思います。じゃあね、このね、迫力かつね、ボーカルがクリアに聞こえる、このね、イメージをしながらですね、実際にね、スピーカーでね、聴いてもらいたいなと思います。今回ね、用意したね、曲は2曲。ロックな BGM。あとはね、このね、ロックな感じの BGM に女性のね、ボーカルが入っていますので、そこのね、クリアさっていうのをね、感じてみてください。どうぞ。はい、ということで今回はビクターの BT スピーカー SPWS02BT、 あとは WM01BT をレビューしていきました。どちらもですね、そこそこの値段はするんですけれども、もうね非常にウッドなデザインがね、おしゃれでね、高級感あふれてる、そういったねスピーカーでしたよね。音の方もですね、コンパクトなサイズながらね、しっかりねパワーが出ていましたし、どちらもですね、こう非常にねクリアで重厚感あふれるねサウンドとなっておりました。このね1台があればですね、基本的にはねお家の中でね、いろんなところでね使える、そういったねスピーカーとなっております。今回のビクターの BT スピーカー、まだまだね紹介しきれてないポイントありますので、下のね概要欄からね飛んでねチェックしてみてください。
そうしましたら、今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンチャンネル楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っております。ぜひね、これからも応援お願いいたします。そうしましたら、また次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。